新たな人狼ゲームが始まる。やっと来たダンジョン人狼。楽しみだね。生き残れるかこのダンジョンに。え？動かすの？大丈夫？できんの？てかスマホでパズルゲームとかしかしたことないから動かせるかな？スマホ用のコントローラーとかもあるやろけど、パソコンの矢印キーの方が動かしやすそうだな。この聖なる鈴が大事らしい。これは話し合いとかはないんかな？ある。まだミスみたいだね。え？横で打つのか。これはスマホ用のコントローラー貼ると文字が打てなさそうだな。マリアンヌ美人。結局投票？あの船どこ？把握。最初から SP ありそうだね。人狼アイコン使うにも課金かねえ。着せ替え？ついに空色にガチャ？個人でする分には着せ替え欄が YouTube 的には欲しいんよな。20人でできるんだ。で、クレジどこ？鈴見つけたら勝ちなの？そこがわかんないよね。全身見えるの嬉しすぎ。ミイラとか出てくるんだ。やべ、サガ2以来かも。サガ3は挫折したんな。いや、めっちゃ面白そう。恋人か。やっと船発見。すぐやられちゃったが。純愛だもん。うわ、おもろ。人狼ジャッジメントだと人狼嫌がる人多いけど、こっちだと楽しそうだね。これが役職の政治だ。スズムシとか大向いてるんだけど、右上のレジは毒具も持ってるのかな。ヒグマみたいなのもいてるね。ぼやけてる役職も気になるね。右側の下にいてるのはプリンセスだろうけど、これは藁人形かな。こっちは人狼のゾンビマニアっぽいけど、キツネというよりネズミっぽい気がする。この人シンクっぽいよね。この子たちは双子だね。この子はミコだろうね。問題はこちらなんですよ。兵法ですか？マリオ？あなた独裁？服が緑っぽかったらすぐに独裁言わないの。ここは全くわからんな。あとこれか。二人いそうには見えるが。こっちは市長かな？ビルか。宇宙服着てます？宇宙人そのものかも。こんな感じかな？半分も見えてないね。3月リリースらしいので、あの後半でお願いします。私ちょっと子供の用事があるんで。予約は？したした。正直できる気はしないけど、一緒に遊びましょう。テンプレができる前が勝負だな。